こんにちは、ムです。今回は9月5日アップで、新投手有能選手求めを見ていきましょう。この動画では9月5日アップデートで追加された気になる選手4名を紹介していきます。その前にコメントを紹介していきます。寿司舞さんからフリーキックが上手な選手って言いますか？ということで強そうな選手を紹介していきます。フリーキックは特にプレースキックとカーブ数値が重要なはずです。どちらも99に育成できる星1はトーマス・パーリのみ。まあ、感想はたくさんいるはずですが、今回は星1だけ紹介させてください。はい、トーマス・パーリーはプレースキックカーブを99にすることもできるし、スピード99にもできる面白い選手になっています。まあ、自分ならどっちもの良さが生きるこの育成にしますね。まあ、皆さんもコスパ選手だったり、おすすめの通常選手がいればぜひ教えてください。はい、それでは本題見ていきます。はい、マヌ・ゴンサレス選手、星1のキーパー。はい、年齢16歳で身長180センチ、攻撃的 GK。はい、キーパー能力は74以上、ジャンプが高めで88、スキルは低弾道ですね。まあ、身長低めですけど、まあ、能力は良い方だと思います。はい、アブドゥル・セルマナ選手、星1のウィングストライカー、高さは164、ドリブル特化に育成した場合は、ドリブル85、スピード84、瞬発91、ボディコントロール85、星1にしてはなかなか高いですね。はい、スキルもいい感じで、ダブルダッチ、マレーシア、スーパーサブ持ってます。はい、スメルハク選手、星1のラインブレーカー、185センチで、決定力97まで上げれます。普通に育成した場合は、5変遷数87、決定力84。他の能力は低めですけど、まあ、この2つの能力は魅力的ですね。はい、スキルはアクロバティックシュート、ワンタッチシュート、エアバトル持ってます。はい、最後はラズバン・サバ選手、星1のキーパー、はい、攻撃的で195センチ、キーパーの6、74以上、ジャンプ81、スキルはなし。はい、今回は9月5日アップで、新投手有能選手求めを見ていきました。いじります。バイバイ。